はい、どうも鈴木でーす。やってまいりました、セレクトリストガチャってことでね、まあね、これはね、まあ選んだ10体の中から1体10体やったっけ、確か10体だから1体確定なんですよ。まあほぼ実質無料、3000、優勝ガチャなんやけど、まあ実質3000払ったら無料でキャラがゲットできるっていう最高のね仕様なんですけど、僕はもう狙うの1点なんですよ。はい、前で言ってる通り、僕はアンちゃん以外興味がないと。はい、でアンちゃんこれ工場しか出へんねんけど、俺あとアンちゃん工場だけなんやね、この2体だけ。うん、本命はこの2体。うん。ただちょっとね、こういうセレクトガチャ、ちょっとね、そういう、なんてやろな、名シーンみたいなのがあって、こう、初手選んだこの5枠、当たらない説あるから、俺、初手の5枠は、この、被っていいやんちゃん。ちなみに被ったら、まあ、準決勝になるからいいか。で、半分の確率であんちゃんになるというね、このガチャね。最高ですね。はい。5体あんちゃんいるんで。てか、あんちゃん多くね？こんなもんなんかな？はい。5体の、で、5体、ここあんちゃん選んで、あとどうしよっかな。ビビバス。正直ビビバス以外興味ないよな。アンちゃんが一番やねんけど、それ以外、次がビビバスぐらいかな。コハネかな。アンコハが好きなんで、はい。アンコハのカプチューなんで僕は、はい。コハネを4体入れての、あとはまあ、ダブってもいいようにしとこうかな。うん。準決勝もありがたいしな、言うて。3000円払ったら無料で準決勝はマジでありがたいから。まあ、こんな感じかな。アンちゃんと、これ人、だってこれ人で、メンバーで絞り込めへんもんな。アンちゃんは取りこぼしてないな。うん。アンちゃんこぼし、取りこぼしてないな。だから本命は、こことここな。こことこれ。これとこれ。うん。本命はこの2つ、最後の。これが2つの本命。で、あとは、当たったら、まあ、ラッキーぐらい。うん。かな。うん。いや、これ準決勝メインに行くぞ。いや、準決勝メインに行くのはちょっとなんか良くないな。まあ、これで、半分の確率でアンちゃんが当たりますよと。これってさ、OK、はい。これでセレクトできてる。OK、セレクトできてる。これ10連ってことは、これすり抜けってあんの？セレクトガチャで。わからへんけど。もしかしたらあるかもしれんのかな。もう早速引いていこう。うん。早速引きましょう。まあ、確定なんで、多分2時やと思う、初手。ミクが持ってんの。あ、2時よな。これで、まあ、1体かな。これすり抜けってあんのかな。もし2個虹があった時ってさ、まあ1個か、もし虹が2個あった時って、これあれな、この中からすり抜けすんの。え、何こいつ、あれ、なんかまだ俺持ってへんやついたんや。正月賞持ってなかったんや。ついぐらいかまだか、ついぐらいかまだか、ついか。笑ってくれた。おおお、お、あ、お、かぶ、え、かぶ、かぶ、あれ、かぶった？これかぶったな。これかぶったわ。かぶりました。多分かぶった。うん。かぶった。あ、これじゃない。機械室。あ、かぶってるわ。かぶってますわ。あ、かぶってます。まあ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 。よしとしよう。うん、準決勝にするって言ったけど、もったいないかな、あんちゃん。バースデーあんちゃんも残してんだよね。うん。バースデーあんちゃんはかぶった4体残してんだよ。ワンチャン残しとくのありやな。残します。キープで。